第6試合ライト級2ラウンドを行います。青コーナー坂口道場横浜177センチ70キロ、パンクラス戦績5戦2勝3敗坂口幸男。赤コーナーピーズラボ東京169センチ70キロ、パンクラス戦績8戦5勝1敗2分けライト級4位、イカリユイチ。レフリー梅木サブレフリーは、ライト級 70.3kg 未満、5分2ラウンドの一戦を迎えました。庄司のベルト返上によりまして、現在は空位混戦のライト級、抜け出すのはどっちか。赤コーナー碇裕一、6連勝中です。一方青コーナーは敵打ちの意味合いがあります。坂口幸男です。5分2ラウンドです。10キロ15ブロックフェアファイター、よしほら取ってます。今試合が始まりました。ここからは実況清野茂樹、解説はパンクラスイズム近藤裕樹選手、そして川村亮選手、お二方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。青のスパッツは碇裕一、そして黒のスパッツを身につけています。前傾姿勢は坂口幸男です。さあ近藤さん、この一戦は坂口にとっては敵打ちの、おっと右のパンチが入った、レンダー、ここで